にっと耳の部分穴開いてんだね、ちょっとね、首輪、まあちょっとこれ保護色じゃねえか、完全に透けてる感ないぞ全部保護色じゃねえか。ヘッドホンだな。ヒップホップシャツでこれでいこう。よし、猫に追いかけられてそれもきついってやばいな。猫すらきついっていう状況がやばい。おい、ちょっと羊さん行こうよ、でかい方食えよ、でかい方。あー、ポメちゃんもいるし、見放そう一回。すげえな、どうなってんだこれ。このせいだけおかしくない、ちょっと大物がいすぎなのでは。これ褒美狙いありですね。ボスになってるし、残機1あるし、逆に言うと残機1しかないから6回以上マーキングクリア、それ絶対アウトだから、アウトオブ肉食だから。ほらもうウサギ、これもう死ぬしかない、あいつに目つけられたらもう多分足のスピードすら負けてるわ。はあ、勘弁してくれよな。あぶね、ちょっと一回切り離して、もう切り離せねえ。びっくりした、ジェプラック。どっちだこれ、下か。兄弟が食われてる間に、よしよし、やってろやってろ、勝手に戦争してろ、肉食戦争してろ、もうバレちゃあかんのやで。お前その1エネルギーで見つかんのおかしくね。よし、あげた。ここであげ引けてんの行幸ですね。はい、ここで終了。メス掘れるかな。でもまだちょっと生体は冷圧消えてないから、冷圧消えてないから多分まだ大丈夫だ。これどっか上で埋もれるとこあったら登っちゃいたいけど、これどこで交尾するよ。下かな、下もだいぶ魔境だったけど、いやダメだな、無理だ、何あれ完全にシャレになってないやつですわ。巻こう巻こう、上来よ上。いや参ったな、参ったなこれ、参ったな。肉食もいるし、あ、ブロッ、来た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 、こっから餌、餌じゃない、ここで交尾すればいいんだよ、こうやってな。今バレたよ、うち壊れてる、うち壊れてる、うち、よしよしよし、狼さんの後ろでこの危険と隣り合わせの交尾は格別よな、これちょ固まんないで早いところ安定して、よし、生態系も変わりたはずですね。よし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 、残機補充完了。これ上経由していきますか。よし、郊外行こう、山嵐の使用権を獲得だ。あー、こ、世代交代間に合わなかったか、全然気にしてなかった忘れてたわ、チャレンジ。次は、次のチャレンジの準備しとかないとね。ここまで全達成だったのにもったいないな。ふざけんなよ、なんだこれ。これは諦めよう、ちょっと。これ諦める、一回。一回諦めて、世代交代と3000カロリー、これはクリアしていこう。いや、の前に、の前にね、一応確認する。何が得られるか。ディフェンス4アップか。まあ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 、まあ、いっか。まあ、まだ我慢できるわ。あ、ほらほらほら、視界広いでしょ。夜関係ないね、よかったよかった。夜どうしよう、どうやって生き残ろうと思ってたから、これはすっげえ助かるわ。打っても悪いことないわ。打ってこ打ってこ。少年週刊マガジン来たー。これね、すごいいいアイテムで元気もりもりになるっていうなんか強そうみたいな。食うぞ食うぞ、毒のうちにいっぱい食おう、毒のうちに毒の餌をどんどん食おうよ。オッケー、ボスにもなると、素晴らしくいいペースですよ。あとはチャレンジもクリアしていきたいからね。餌結構復活してきてるんだよな。あそこにもあるぞ、食えるだけ食うぞ、食えるだけ食う方が正義。おい、3000カロリー以上終了、これでかいね。あとはあれだな、世代交代きっちりして、オッケーオッケー、すごいいっぱいあるよ、スタミナ素晴らしい。スペックどんどん上げていかないとね。
ああ、マジかよ完全に誘致してた。まあいいや、何このでかい骨は。まあ、逆にあれはまあ裏でやるとして、そしたらもうホップル意味ないんだよ。もう山嵐いねえってことだ。まあ、ちょっと誘致しすぎたな。全然ちょっとケツを見てなかった。交尾だけしちゃうか。うわー、ミスったな。まあまあしゃあないしゃあない、裏でやろう。上げきてから一発で。あれ違うな。あー、上げじゃん、上げじゃん、上げじゃん。なびかせつつ最強のウサギを作ってくる。まあ、ちょっと俺も死ぬから兄弟とやってくれよし。別になんかこう惚れた主人が倒れても別にいいんだね、そこはまあ一家兄弟いるしみたいな誰でもいいんかお前。さてはじゃあこうビートってか今気づきましたけど、これ刀剣の前掛け、ここ乾かされてるの何これ。前掛け乾かされてるけど、これどうすんの。一回バレて切り離そう。まとめてバレて切り離す。そしたら一体だけに集中するから大丈夫で、俺は兄弟の死に様を見ながら飯を食うと。これで OK だな。まとめてバレるっていうのは大事で、別々にバレちゃうと一回切り離しても今度はまた見つかるって判定になっちゃうから、これ無理じゃねえかな。あ、ダメだ、バレた。いって、はぁえ、ちょっと、え、今いっぺんにやられたでしょ今今兄弟丸ごといや、今のマジか。はい、じゃあストーリーやっていきましょう。あ、トサケンだ、新たな出会い。え、なんかやばそうな。ビーグルの追撃を振り切り渋谷森林にたどり着いたトサケン。だがトサケンの命の灯火、風前の灯火マジかよ、お前一番長生きしてんだぞ俺のプレイアブルで大丈夫大丈夫、なんとかなる。しかし新たなる出会いですから、いい出会いなのか悪い出会いなのかという感じですけどね。楽しみですね。でも今回はじゃあ渋谷森林がステージなわけだ。まあ、でも土佐犬プレイアブルだったらかなりいけるな。もうヨボヨボのボロボロじゃん。再起を図らないと。ああ、ええクソでけえな、こう見ると。え、何、ぶち殺され、え、食われた。あ、天国か、ここはここは天国。お前そんな優しくないだろ。優しい鮭、貴重な鮭。魚は登場しませんからね、このゲームおかしいでしょそれそれおかしいでしょ。巨大なクマ、渋谷森林のボス巨大クマは土佐犬に語りかけた。めっちゃしゃべりかけてるよ、負け犬よやかましいわお前お前に勇気を授けてやろう。俺の名前は荒らし回ってる動物がいる。クロコダイル、トラ、そしてチンパンジーだな。チンパンジーが俺担当でいいですか。そいつらのボスを全て倒したら俺のところに戻ってくるがよい。コキ使われるだけじゃねえか、なんだこれお前の反応もなんだそれ。それを貸してやる、恐れを克服しろ。何何何、コスチューム的な、なんだろう、何貸してくれたんだろう。あ、これ盗作犬、ワンじゃねえよ。これで攻撃力アップ的な。よし、こいつをやろう、ボスを倒そう。どうダメか、結構散らばってますね。まあ近場から、あ、ちょっとアーカイブ見てる場合じゃないんだよな。とりあえずじゃあやっていきましょうかね。これちなみに、あ、ドレスアップはとこにいじれないと。なんだ、やんのかおい。あ、逃げる逃げる、もうそれが賢明だと思うよ。なんか後ろに映ってるイノシシさ、遠近法の間違いじゃなかったらすげえでかく見えるんだけど、遠近法かなあれ
タイガー。あ、いません、草です。サイコクラッシャー、よっしゃー、いただきます。出直してこいよお前、来世にな。トラぐらいお茶の子さえさえですよ。クロコダイルだけ心配だな、ワニだけ心配。よし、来い、これの、コブドン、なんか足を飛ぶね、足を飛ぶね、確実を考えるから、やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ、死んでもなかったら俺に喧嘩を与えることだ。だ、これ以上行っちゃうと、もっと大丈夫、オッケー、無視しやっといて。あれが何だ、え、チンパンジーだろ、あの個体数の多さ。え、なんか、バルログみてえなのつけてる。え、やばい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 、やべ、猿もなんか、やべ、甘いんだよな、まだ俺を殺すにはよ。おいおいおい、全滅しまうぞここ。まあ親瓶死んだらなんかみんなつけてるぞ、杖みてえなの。いったいった、よし、とりあえずこう、うまいうまい。あれボス死んでなくね、しゃあ、甘いんだよまだまだね。一体ずつ殺してやる。出直してこい。まだボス倒してないな、しかしちょっと体力回復させたい。ちょっと一回体力回復させてから行こう。なんだよこれ。俺もつけてるから文句言うけど、これ奪いてえだこれ。こんなのあるんだ、ストーリーも出てくるかもしれないってことだな、これな。さあさあ、せっかちマンなんで喧嘩に行きましょうかね。どこだよボスは、この上か、ビビっちまってんのか、止めるか、待って、あれマジどこ、すげえ上の方にいない、危ねえ、あそこにいるんだよな、罠が作ってる。これこっちからか、もしかしてこっちから行かなきゃいけないんだ。なるほどね。おいおい、ビビリ、いて、危ねえ、まずザコ、危ない。いや、これザコがザコじゃない、ちょっか、お前ガスマスクつけてんじゃねえか。危ねえ、あ、嘘だろ、チンパンジー強し、なんか名前みたいになっちまったけど。危ねえ、オッケーオッケーオッケー、ざまーみろー、タイガーより強いじゃん、あと1匹、あとクロコダイルだけだな、お前の2個食らって俺は強くなる。道具ごと骨になんのね。一緒に食っちゃってんじゃねえだろうな、犬って何でも食うからな、マジで。さあラスト1匹、ワニですね、やりに行きましょう。来ました、潜んでこ。こっち見ないで、お前なんだよその強度は。うわ強っ、やばい、取り巻きがいるのがかなりヤバさを醸し出してる。そうだよ、よし、あ、これでもやられないんだ、いいな。倒したか、倒した、倒してるね、倒してる倒してる。あともう一匹は、よし、オッケー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 、取り巻き倒しつつ、うー、やばいって、立て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 、隙がねえ、追加避けよ。あ、攻撃の後すごい疲れてる、やばい、やばい、で、で、やった後にやばい、キャンセルしてる、今だ、あぶねえ、死んでたぞ今の、今ならいける、やばい、キャンセルしてる、よし、疲れてる、もういっちゃう、オッケー、しゃー、なんだなんだ、あ、戻れって感じだったか、今ちょっと飛ばしちゃった、A 連打しすぎて。A 連打しすぎて飛ばしちゃったけど、どうするこれで、最後クマが最後は俺を倒していけみたいな。そんな展開やだな。俺を倒して本当の勇気をたくさん飲んだみたいな、そんな献身的じゃないだとは、この上の身を差し出すほどありえないでしょ。ボスやってきました、すげえ強かった。
お前自分でもうボコボコにできんじゃねえのか、あの辺とか踏み潰せるだろ。おお、いい顔つきになったな。あ、そのポーズは取るんだね。まさかその熊の手を猫の手の足みたいな言い方やめて。それはお前にやろう。縄張りに帰り、誇りを取り戻すのだ。もうこれ一生頭上がんないっすよ。クマさんいいやつすぎだろ。というわけで、じゃあサバイバルの方に戻っていきましょう。はい、ということで、まああの後ですね、ウサギを、アーカイブ、山嵐のアーカイブをクリアしたんです、取得したんですけども、ちょっと大変なことになってまして、まあ何が大変かというとね、山嵐裏でやろうと思ったんですよ。山嵐を裏でやろうと思ってた、てかやってたんですよ。むしろ山嵐を裏でやってたら80年生きちゃって。さあ、アーカイブ読んでいきましょう。かなり溜まってるね。この辺か。教授の日記 8? これを見たね。教授の日記8。第二次テストシーケンス15日目。こちら側の転送場所が不安定なのは相変わらずだが、転送元の場所はかなり絞り込めるようになった。だが地上ではいろいろなコンマナンが起きている。変換器から発生する電磁波による影響だろう。申し訳ないと思うが、大きな人命に関わることだ。今はやむを得ないと。変換器の電磁波による影響で、人体に影響はないけど動物に影響はあるって感じか。教授の日記9。最終テストシーケンス32日目。やはり計算が合わない。解析結果を見る限り、こちら側に送られてきた物体の質量と同じだけの物体がどこか不確定な世界へと転送されているとしか思えない。様々なものが消えているはずだ。道に止まっている車、百貨店に並ぶ商品、庭にある草木、街角の犬や猫、そして人さえも。予想していたことだが、おそらく質量保存の法則は次元の壁を越えても成立する。だが彼らは決してそんなことはないという。誰が間違っているというんだ。私にはわからない。こっちに送ってきたら、その同じ分だけ向こうに飛んでっちゃうってことだ、これ。そういうことだね。助手の記録に、実験は順調と言っていいのだろうか。動物が凶暴化する、犯罪が東京都並みに増加するなど、治療がおかしくなった時期と、このシーケンスが始まった時期は完全に一致する。古代生物の件はともかく、急増する失踪事件もこの事件の原因ではないだろうか。実験の一時中止を進言してみるべきかもしれない。文部科学省の官僚のレポート後、テストシーケンスは予想を上回る結果を出しています。しかし地上の電波障害を改善するところがより大規模になっているとの報告が上がっており、昨今の犯罪増加や失踪事件との関連性を指摘する声もあります。テストシーケンスが完了次第、実験の一時中断を検討します。教授の日記中、最終テストシーケンス48日目。あと数日で特定の種族全体などといった大きなカテゴリーを指定した転送なら可能になりそうだ。だが文部省からの、通達でテストシーケンスが完了次第、実験を一時中断することに決まった。安全管理のために一度電磁波による影響を詳細に入念に、調査するとのことだ。装置の安定稼働が目前だというのに、この期間内にできる限りの作業を進めていこう。これさ、種族全体の大きなカテゴリーを現代に移しちゃったから人類が全部どっか行っちゃったって話じゃないのこれ。そんな気がするなこれ。ある通信記録1、緊急事態発生、渋谷区地下の実験施設で実験中のに突然機関の出力が上昇し、高レベルで電磁波が発生、実験を行っていたチーム全員が急性暴露後の意識不明の重体。急性暴露後、至急 ERC を施設に派遣し、スタッフの救助と災害調査に当ててください。なお出力上昇と同時に大規模な粒子投影の空間の変換が観測されています。この時間軸に大きな影響が出るのは間違いありません。至急装置を停止してください。あー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 だよこれ。そんなもんかな。